これ撮影バラバラで撮影しましたよね、はい、で、うん、なんで僕はじめ確かメンディー君のやつを見た後に、ああ後だったよね、そう後にやらせてもらったんですけど、うん、あちょっと過去一イケメンディーなんじゃないかな確かになんか思った、うん、かっこいいよ、うん、思った一番かっこいいもんだってこの中で、うん、いやいやこの中でも誰よりも一番かっこいい、誰よりもね誰よりもかっこいい、すごいスタイリッシュですよ ね、でも本当にすごいね、うん、スタイリッシュ、かっこいい、僕あの直人さんのあの真ん中の余白もすごく好きです、ああ、うん、ちょっとそうね、はい、そうね、確かになんかちょっとこう部屋をイメージさせて、確かに、はい、やっぱそのインテリア好きっていうのがここにも出てますよね、なんかこうおしゃれな椅子に座ってっていう感じが、 あれ伝わった、伝わりました、わあ、ありがたい、はい、哲也さんもいいですね、本当ですか、はい、僕はもうオーソドックスに撮ろうと心に決めて、ね、はいはいはい、あの頑張りましたけど、もう本当大輝もね今日はいないんですけど、うん、大輝もすごくいい写真撮れてて、はい、あんなにシャツを開けてる大輝初めてですよね確かに、うん、爽やかでも爽やか、うん、あんなに開けて爽やかなんだもんね、うん、かっこいいですよねこのビジュアル、うん、すごいかっこいい仕上がりかと思います、はい、社長はいかがですか、完成されたこのビジュアルご覧になって、サーバーってこんなかっこよかったっけっていう話にやっぱ社内でなりますよね、なるほど、はい、あの、はい、ウォーターサーバーってこんなかっこよく撮れるんだっていう、なるほど、引き立たせて、まあ、皆さんが入っていただけるだけでね、はい、と、はい、会話になってました、はい。